に全6年間が行われた。そして最高賞であるトロフィーが与えられたのはわずか5分。ウイスキー作りのプロフェッショナルたちの卓越した味覚を知識や技術の習慣、とりわけ利き酒は最も得意とするところだ。南部の方向を持ち、鳥居商店の看板を掲げて独立、若干二十歳の創業だ。
Suntory 創業者鳥居慎二郎でございます。当時ウイスキーは買えませんでしたが、最近のウイスキーの需要の高まりに応じて未来を見据えて、さて皆様いかがでしょうか。終わりましたら、後列のお客様とお代わりいただくようご協力をお願いいたします。まずは、醤油を2回分与えます。手前の2機の釜が醤油釜、後部を行い、2回蒸留を行った後に樽に詰めて熟成を行います。さて、まず皆様、温度変化いかがでしょうか。だいぶ暖かいですね。仕込み工程には、ね、今加えている大きな釜が仕込み釜でございます。今ご紹介した麦は麦汁の糖分を食べることによってアルコールへと分解しまいます。このご覧いただきました蒸留工程で蒸留を2回行うことによって、天使がウイスキー作りを作り手に教えたその見返りとして、実は現代の進んだ科学の力をもってしても未だ解明できていないものなんです。樽の熟成が時々サントリーが主に扱っております5つの樽でございます。樽の上にはネームプレートがございます。一番左側3つの樽は容量が同じでございます。そして右側の木製のバーレルという順に樽が小さくなってまいります。やはり熟成と聞くと長く置けば長く置くほど美味しくなる、そう考えがちですが、そうではないのがウイスキー作りの面白いところでございます。で、実は樽が小さいニューポットを詰めた年号の記載がございます。さて、候補にもたくさんございますが、ぜひこれどうぞ場内どちらでも写真撮影可能でございます。ご覧いただきながらゆっくりとお進みください。
年中にガードされた樽をご覧ください。3つの樽ございますが、一番上に乗った樽よくご覧ください。年号何と記載がございますでしょうか。この年号の上の部分ナンバー4桁ございますが、わかりますでしょうか。000。例えば発酵工程では皆様にご覧いただきました木桶層の他にステンレス製のものを用いる、または蒸留工程でさまざまな大きさ形席に着かれましたらどうぞお召し上がりください。世界的にも珍しい標高の高い位置にございます森の蒸留所でございます。ここで出来上がった白州の味わいは若葉や新芽を思わせる。またもし飲み終えたグラスございましたらお手数おかけしますが、カウンター左右にございます茶色いトレーの上までご返却をお願いいたします。皆様ご試飲ご観覧中、再び前方より、よろしくお願いいたします。